内野手1年やって、うん、次外野になるわけじゃないですか。それはどういうきっかけだったんですか。それはですね、外国人のモニー・レイが来たんですよ。内野も外野もできる触れ込みでヤクルトに入ってきたんですよ。で、キャンプに来ました。俺はセカンドしかできねえっていう。で、あ、そうかと。じゃあ外野行けと。まあでも首脳陣としては飯田さんもレギュラーでどっかで使いたかったんでしょうね。実際はセカンドで使いたかったんだと思いますよ。でもその外国人がいなかったら、じゃあセンター飯田というのはなかったっていうことですよね。なかったかもしれないです。と、逆に当時センターを守る予定だったのは誰だったんですか。柳田さんか橋上さんか栗山さんかですね。その当時はレフトが新井さん、ライト畑さん、キャッチャー古田さんですから、うん、そこでキャッチャー古田が入ってきて、畑さんまでもう外野にコンバートさせられてたんですよね。そう、してました。